ラウールの引き締まったウエストで輝くヘソピアス、ランウェイモデルとしてパリコレへ。黒髪かけるメガネでシックに決める、スノーマンラウールスノーマンの最年少メンバーラウールが自身のインスタグラムにて、現地時間6月21日開催のメゾン三原康弘、メゾン三原康弘。2025年春夏コレクションに出演時の写真を公開した。ラウールは英語で、Wearing Dreams、わけ、夢を着る、という一言とともに全8点の写真を投稿。フランスパリで開催されたメゾン三原康弘、メゾン三原康弘。2025年春夏コレクションにランウェイモデルとして出席した際のオフショットやステージを颯爽を歩く姿などが公開されている。今回ラウールは、落ち着いた色味のオーバーサイズ目のデニムセットアップ、その中にバスト丈の襟付きセーター、そしてメガネをかけたコーディネートを披露。写真2点目では、着用した衣装がわかりやすいように撮影された鏡越しの自撮りショットを公開しているが、ここでは引き締まったウエストで輝くヘソピアスが確認できる。